馬が多いね。今年一発目の動画です。去年はね、12月一匹も釣れずに終わりました。でちょっと正月はね、がっつりお休みをしておりまして、ちょっと太ったかもしれん。毎日飲んで食べて、朝から行く予定だったんですけど、ちょっと朝ごはん食べて、ちょっと横になってたらね、いつの間にかまた寝ちゃって、で目が覚めたらもう昼過ぎてたんですよね。でもね、ちょっとだるいなーって思いながらもね、よしって、ちょっといつものの大好きなラーメン屋さんに行って、ラーメンを食べてから長考ということで、はい、今年もね、始まるよ、始まったよ。今年の目標は、キャンプに10回は行く、あとは40アップを10本、50アップを5本、そんな感じかな。まああくまでもその釣りの目標なんですけど、ちょっとね、今年はなんか遠いところでも行って釣りしたいなと思ってますね。明けましておめでとう。今年もよろしくお願いします。釣れんやろぐらいの気持ちで行きます。あまりガチで行くとね、釣れん時結構へこむんですよ。ブラックバスの釣りに行こうかと思います。ラーメンをいただいてきました。ここマジでうまい、本当にうめえ。いつもここに来てチャーシュー麺頼むんですけど、僕チャーシューあんま得意じゃないんですけど、ここのチャーシューはなんか薄くて、ね、食べやすくて、あんまりその油もないし食べやすいんですよ。のライスセットです。あと高菜とかがセルフで取れるので、買い玉して、その買い玉した時に高菜と紅生姜入れます。最初の一杯目はそのまま食べます。うまいね、マジで。スープがうまい、スープがうまい。じゃあ釣り行くか。よし、明けましておめでとうございます。2022年一発目、今日はね、ちょっとした小規模クリークっていうかな、まあ前にも何度か来たことあるんですが、ちょっとね、今日はここをね、攻めていきます。もうね、時刻がね、ちょっとね、いろいろもたもたしちゃったもんで、まあご飯食ったりして遠回りして、やっと今着いて、もう3時過ぎてます。だからまあそこ2時間ぐらいを集中してやっていこうと思います。それでは今年も頑張るぞ、イエイ。さあ、釣ろう。スピナーベイト、あとスピニングにはジグヘッドワッキー、フリックシェイク、まあその辺からやっていきたいと思います。後ろはね、こうやってため池になってますけど、多分ここでは今日はやらないと思います。なんか工事みたいなのやっちゃってる。多分ここにもねバスはいるんですよね、けど多分こっちの方がでかいやつがいるんじゃないかと思ってます。はい、じゃあ釣りスタート。久々来たね。
久しぶり来たね、釣り。ちょっとなんか怪しげな木が沈んでるんで、その周りをワームで打つか。ここ投げにくいな。さて、フリックの、ジグヘッドワッキー。うわぁ、なんかトゲトゲが。冬はこういう足元とかね、いたりするんよ。こういうとこはちょうど流れが当たるて、魚の影は見えますけど、多分あれは鯉やな。あの泳ぎ方がなんとも濃いやな。ここで釣ったことがないから、何がいいんやろな。こっちは浅えな。こっちは浅えな。バスでどこにおるかわからんけんね。してみらんとわからん。いきなり食い上げてくるかもしれない。投げにくいけど投げるよ。わ、1メーターもないね。50〜60センチ、50〜60センチ。濁ってるのに舌が見える。めっちゃそこ魚溜まってる。浅いけど、バイオストラクチャーで攻めたが可能性はある。今なんかなんだ、バス濃い。ないよ。食いませんね。そう簡単には食いません。こんなとこバス入ってんのってとこやってますけどね。
いるんでしょう。こうやって足跡があるということは、ここで釣りをしてる人、ここでやってる人がいるってことでしょ。沼ですよ、沼やな。浅いね、浅くて多分下は土、枯れ草が沈んでる感じ。そこが難しいな。あの橋脚の裏に入れたいんだけど、角度がすごい、ちょっとカーブさせるのは無理だな。釣れません。全くダメ。もうね、場所変えたところでって感じな時間帯なのが。水草が、なんていうの、苔じゃないけど、これがついてルアーが泳がんね。本来のお前の持ち味が活かせないって感じか。一番最初やったところ行くか。あそこがなんか出そうな雰囲気ある。鯉しかおらんな、ほとんど鯉。想像以上にうまくいかないね。移動しました。明るさ的に暗いんですけど、もう偏光外してやるんで、本当できなくなるまで粘ろうかなと思いますね。釣れるといいね。で、あのベイトタックルは置いてきて、あのもうスピニングでバイブとか巻物中心でブラックバスを狙おうと思います。いやー、久々来たけど予想通りの流れ。今のとこ最初行ったとこもね、なんかね、あまり行ったことないから期待して行ったんだけど、まあ言うて、まあ、釣り人もおらんし、うん、難しいな。おるのはおると思うんよね。昔一回行った時に誰か釣ってましたね。ちょうど横で見たんで。だからおるのはおるんですよね。こういう定番の野池で最後は釣りして、今日も一日終わろうと思います。ちっちゃいのでもいいから一匹釣らせてくれ。対岸にね、二人ほど釣りされている方がいらっしゃいます。
もう5時です。今放送であったように5時です。なんて言うんだろう、この虚しさ、夕方のこのなんかこの虚しさがね、またなんかちょっといいよね。さっきね、当たりみたいなのが2回ほどあったんで、ひょっとするとここで釣れたりして、今はジャッカルの10ブルを巻いてます。なんかね、岩に当たるだけでドキッてします。バスの当たりっていうの、なんていうの、だいぶ食らってないんで、ちょっと物にコツッと当たるだけでドキッてします。ワームでネチネチするよりかは、こうやってソフトルワーっていうんですかね、こんなのを巻いてさ、釣れたが絶対面白いと思うよね。一応ワーム自体今日結構入れてるんですけど、なんかね、飛距離出してそれなり沈めて巻いてくる、そっちの方が釣れる気はするよね。最後やな、ここ着いたよ。ワンチャンスあると思うけどな。今日朝からするべきだったな。昼寝したんだよな。時間がね、やっぱ2時間じゃ、まあ、ちょうど2時間ぐらいか。あっという間。おいおいおい、またや。いやでも久々釣り来て楽しいよ、うん、そのうち釣れればいいや。あと15分くらいできそうだ。わからんよ、15分あれば1匹ぐらい釣れてるかもしれないし、今日はできるとこまで粘ろう。ラスト1頭、ラスト1頭じゃない。お疲れ様でした。